国内4例目となる新型コロナワクチンが新たに承認されました。今日承認されたのはアメリカの製薬会社ノババックス社が開発した新型コロナワクチンで、18歳以上が対象となります。ファイザーやモデルナとは作用の仕組みが異なり、臨床試験では副反応は少ないとされ、およそ90%の有効性が確認されました。 通常の冷蔵庫の温度で保管が可能なほか、国内で生産されます。厚労省は1億5000万回分の供給を受ける契約を結んでいて、来月下旬から自治体へ配送し、追加接種にも使用されます。アレルギー持ちなので、あのメッセンジャー RNA じゃなくて、あのノババックスの方を打てたらな。 29歳の女性はメッセンジャー RNA ワクチンのモデルナを打った後に、ジンマシンのような症状が出たことがあります。医師からは、ワクチンに含まれる成分へのアレルギーの疑いを指摘されました。不安を抱えながら打つのはやっぱり怖いですし、まあ、でもワクチン自体を打ちたいという気持ちはあるので、安心して打てる選択肢ができるっていうのはすごく嬉しいです。 ここからはテレビ朝日社会部厚労省担当の岩崎記者に聞いていきます。あ、失礼しました。岩本記者に聞いていきます。岩本さん、今日承認されたノバパックスワクチンこれどういった？ワクチンなのか教えてください。はい。 アメリカの製薬会社のですねノババックス社が開発したワクチンでして日本では武田薬品工業が今後、臨床試験ではですねあの有効性ですねいわゆる発症予防効果が9割程度確認されたとされています。 で今回の、えー、承認内容ですけれども18歳以上が対象となっていて、えー、3週間間隔を空けて2回接種ですねでさらに、えー、そこから6ヶ月経てば追加接種3度目の接種にも使えるようになる見通しですでファイザーやモデルナとの交互接種も、えー、おそらく今後厚労省の分科会で認められれば、えー、可能となっていきます この発症予防効果の90%というのはファイザー、モデルナと比べてこうどうううなんででしょうか。そうですね。ファイザーもモデルナも、ね、12回目接種すれば予防抗体価9割程度95%などです、ね、あの高い効果がありますので、まあ、今回のワクチンもそれと並んで非常に高い有効性が確認されていると思います。うん、他に何かこうファイザー、モデルナとこう違う部分だったりとか ここは期待されるなという部分など、はいうん、どんなところがありますかそうですねあの、ファイザーとモデルナというのは、メッセンジャー RNA という、同じあのカテゴライズのワクチンなんですけれども、今回のノババックスはですね、はい、組み換えタンパクワクチンといいまして、はい、今、もう、モニターにも出ていますように、はいえー、昆虫の細胞を使って、特定のタンパク質を、えー、作った上で、それを送るのが、今回のノババックスのワクチンなんですね。はい でメッセンジャー RNA の方はえ遺伝子の情報を、えー、ワクチンで送って体内でこのいわゆるスパイクタンパクというものになるんですけれども、はい、タンパク質を作るというのであのそのワクチンの作用する仕組みが違ってくるということになりますね。これつまりこう、はい、抗体を体の中で作るかもうあらかじめ作ったものを体の中に入れるかということですよね。 他は何か違うことだったりっいうのはありますか？そうですね、違いです、ね、あのこの組み換えタンパクワクチンというのはですね、はい、過去にもインフルエンザのワクチンであったりですとか、B 型肝炎のワクチンにも使われてきたことがあるので、はい、そういった意味ではあの実績があるんですねで。メッセンジャー RNA ワクチンというのは今回その新型コロナのワクチンで初めて作られたものなので、そういった部分もあの違ってくるのかなと思います。はい。なるほど。こう副反応 というのはこうどうなんでしょうか。はい、えー、ノババックスのワクチンはですね、副反応が、えー、少ないという風にされています。で臨床試験でもですね、あのアストラゼネカのワクチンで言われていた心筋炎ですとか、はいえー、ファイザー、モデルナを接種した後にあの。 熱が出たりですとか倦怠感っていうのがあの報告が結構されていましたけれどもあのほとんどがノババックスについては、えー、そのワクチンと関連のある症状というのはなかったと報告されていましてで、まあ、多少倦怠感だったりその接種部位の疼痛だったりはあるんですけれども、はい、それもあの軽度でいずれも回復するとされています。 なのでですね、はい、メッセンジャー RNA をこれまで12回目に接種した方でアレルギー反応があったりですとか、まあ、高熱が出,ている出たので3回目をまだ打っていないという方にとっては、はい、今回のノババックスワクチンというのはあの期待できるんじゃないいかと思います費用はこう今までと同じように我々は無料で打つことができるんですか そうですねそこのあたりもですねあの今後、厚労省の分科会で議論されて、えー、これまでのファイザー、モデルナ、アストラゼネカと同じようにですね臨時接種としてあの位置づけられれば、えー、公的な接種としてあの無料でで打つことができますそしてもう1つこうコメントから質問が来ているんですけれども新ワクチン、何かデメリットはありますかというコメントがあるんですけれども。 はいあのデメリットというわけではないんですけれどもあの先ほど申し上げたですねこの臨床試験の成績というのがですね、はい、あの2020年の終わり頃から2021年の頭ぐらいにかけてのデータなんですね、はい、つまりオミクロン株が流行する前のものなんですねなのでこのワクチンが、えー、オミクロン株にどの程度対応しているのかというのが、えー、まだ未知数な部分があります。 今ですねノババックス社はすでにオミクロン株に対応したワクチンを開発中なんですけれども、はい、厚労省はですねそれでもあの一定の中和抗体は得られるというふうにノババックス社としては、はい、こうオミクロン株にはそんなに対応できないんじゃないかということで新しいオミクロン株対応を作ってい 効果がないとまでは断定はしていないんですけれども、はい、その開発された当初はオミクロン株を想定して作られたものではないので、あの今、オミクロン株が世界でほとんど主流になっていますので、はい、それに対応したワクチンをあの引き続き開発されているので、とということですね分かりました、こう今後、接種するタイミングだったり、時期っていうのはどうなっていくんでしょうか。 はいあの政府はすでにですねこの承認前から1億5000万回分の供給を受ける契約を結んでいるんですね、はい、で今回、今日承認されましたので5月の下旬から自治体に対してまずは10万回分が配送されます、なので早い地域ではおそらく5月の下旬頃から接種が可能になると見られます。 ました。そしてもう一つ質問が来ているんですけれども、はい、もっと年齢の低い人に接種可能になる可能性もあるんですかというコメントです。そうですね。これはあの他のファイザーとモデルナのワクチンも同じですけれども、最初はあの大人であの治験をやっ ているので、その18歳以上で承認されるんですけれども、もえその接種が進,進めばえ子もに対してもですね。また、年齢を下げた知見で成績が出ればえー引きつ、あの最小年齢を拡大して承認されていくっていう流れをん組んでいますので、このノババックスのワクチンもその子供たちに対しても効果が得られるということであれば、はい、対象年齢が拡大されるということは考えられると思います。これ一方でアストラゼネカのようにこう。国内では。 使われなくなってくるというような可能性もあるはあるんですか。そうですね。やはりワクチンかなりあの契約数を契約していますので、はい、あのまあ、皆さん1,2回目ほとんどの方がファイザーとモデルナを打たれていて、でさ,さらに3回目接種ももう始まっていて、はい、え接種されたという方もあのもちろんいらっしゃいますし、という中でさまあノババックスをあの がどこまで浸透するかっていうのは分からないですけれどもまだそのそうですねその副反応もあの少ないということが言われてますのであのここからあの、まあ、ノババックスだったら打とうかなというふうに思う方もいらっしゃると思うのでそうした接種率の向上というのも期待されると思いますね。こう質問が来てるんですけれど国産まだというコメントがあるんですけれどもこれ、はい、国内で 製造されていくんで、はい、生産されていくんですよねそうですねあのノバワックスのワクチンは一応武田薬品が国内での流通を担うことになっているのであの国産で国内で生産拠点があるというふうに聞いています。でおっしゃってるのはおそらくその国産のメーカーのワクチンのことなのかなと推測するんですけれども、はいはい、今一番早いと言われてるのが塩野義製薬さんのワクチンですけれども、はい、あのまだ。 国産のワクチンは承認されていないんですがおそらくそちらもです、ね、あの承認されてくればまたあの国産がいいという方もいらっしゃると思うのでそこも広がってくるのかな選択肢としては広がってくると思いますこれノババックスがこう打てるようになってきても接種者はワクチンをどのワクチンを打つか選べるんですかというコメントも来ています。はい おそらく選べるようになるんじゃないかなと推測するんですけれどもやはりあの今、ファイザーとモデルナが選べるようにですねあの接種会場が最初からあの全国まんべんなくということにはならないかもしれないですがあの都,道府県と都道府県にあの必ずそのノバワックスを打てるような拠点を作るようにあの厚労省もあの要請を出していますのであの選べるようになるんじゃないかと思います。 で今回、ノババックス社が承認されたのがこうファイザー、モデルナだったりからはこうだいぶ遅れたのかなとか遅いのかなという印象なんですけれどもこれはどうしてこの時間が空いたんでしょうか。はい、というよりもです、ね、ファイザーとモデルナがとにかく早かったという印象なんですよね早かった圧倒的に早かったと思います。 でそのまあ、今になってあのアストラゼネカが出てきてあの今回、のババックスということですけれどもその後発でワクチンを出すにあたってはやはりそれなりのインセンティブが必要になると思うんですけれども、はい、まあ今回で言いますとやはりその副反応があの非常に軽いというふうに言われてますので、まあ、そういうところがあのメリットというかあの後,発な後発であってもあの選択肢として検討できるのかなと思います。 海外ではこう、はい、どれくらい使われているんでしょうか、はい、あのイギリスの方でもでも、ね、販売承認がされていたりですとかあるんですけれどもやはりあの海外もです、ね、あの日本と同じようにファイザーとモデルナをあの最初に契約して、まあ、あの供給されたの時期が早かったですので、はい、そ そのファイザーモデルナメインで打っている国が多いんですよね、なので日本と同じようにノババックスをその主軸主体としてあの打っているという国はなかなか聞かないですねこれアメリカの製薬会社ということですけれども、はい、アメリカではこう進められてるんですか打つの、はい、アメリカでもです、ね、承認申請はされているんですけれども、えー、ただ。 正式に承認とはなってなかったんじゃないかと思いますおそらく今後、まだこうワクチン打ち続けなきゃいけないのかなという思っている人も何人かいらっしゃるんですけれども4回目があるのかなみたいなコメントも来てるんですけれども、はいうん、今後のこう感染状況だったりというのはこうどうなっていきそうみたいなのって今、何か分かることありますか そうですね、その4回目の接種の議論というのもあの先月、厚労省で始まったところでしてやはり海外ではあの高齢者やその基礎疾患のあるハイリスクの方に絞ってあの打っていくということを決めている国もあるんですね。日本もあのやはりその 先に始めたところに習うような形で今まで進められていますのであのこれまでと同じように基本的にあの打てる人は皆さん打ってくださいというスタンスでいくのかそれとも対象者を絞っていくのかというのはまだ全然見えないところではあるんですけれども議論が進められているところですねでまたあのこの先はあのゴールデンウィークも控えてますので今あの最近は少し感染状況が落ち着いてきてますけれどもまたあの接触機会が増えるとです、ね、感染者が増えるという傾向 はありますのであのその辺りを注視していいいかかなななければならないと思まますわりししたそしてもう,もう少しこう追加でコメントが来てるんですけれども、はい、副反応が軽いとはどういうことなのかというコメントですねこれは例えば発熱する人が少ないのかそれとも発熱してもそんなに熱が高くならないなのか、はい、この辺りは何か。 どううなんでしょうで、ね、あの発熱する人はま,まずそもそも少ないですし、はい、あと回復までの日数が早いんですよね、1日2日で収まったりですとか、はい、あのファイザー、まあまあ、この数値を見ていただければ分かるんですけれども、はい、そもそも倦怠感が出たりですとか、はい、発熱する割合が非常に低いですよね、はい、そ,うそういうことであの副反応があの他のものに比べると軽いというふうに言われています分かりました。 はいありがとうございます岩本記者に解説してもらいました岩本さんありがとうございますあごめんなさい,いちなみにですねはい、はい、あのー、岩本さん出てきてから京子、はい、ちゃん久々だわ京子やないかうおーっていうこう喜ぶ <laughs>、はい、コメントがたくさん、はい、来てました、はい、ありがとうございます <laughs> <laughs> また何かあったら伝えてくださいはい、はい、ありがとうございます